プリキュアシリーズハートキャッチプリキュア映画ハートキャッチプリキュア花の戸でファッションショーですか映画ハートキャッチプリキュア花の戸でファッションショーですかは2010年10月30日から公開された劇場アニメーション映画キャッチコピーはハートの輝きが世界を救うみんなの心の花のパワーが映画館に奇跡を起こしちゃいます ハートキャッチプリキュアの単独映画作品。日本で上映されるほか、2011年には舞台となったパリでも上映することが決定している。本作では、前作、映画プリキュアオールスターズデラックスに希望の光、レインボージュエルを守れ。に引き続き、キュアブロッサムとキュアマリン、シュプレート、コフレが登場。そして、デラックスにでは、 フェアリーパークの観客役でセリフなしの登場だった月影ゆりとミオドイつきがそれぞれキュアムーンライトとキュアサンシャインとして映画に初登場し、またポップリがプリキュア映画初登場となっている。他にもコッペが人間体を含めて映画に初登場している。監督にはシリーズ初採用となる松本リエを起用、女性監督としても初の起用となった。音楽は テレビ本編と同様に、高梨康二が担当している。舞台のパリを意識して、アコーディオンを用いた BGM が使用されており、前作、フレッシュプリキュアの BGM も多数流用されている。全国163スクリーンの公開ながら、2010年10月30、31日初日2日間で、公衆2億339万4700円。 動員は185,354人になり、映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。さらに、ピア初日満足度ランキングでは、シリーズ過去最高の満足度となる90.7で、第1位となった。12月5日の公開6週目時点で公衆が8億5000万円を突破。ミラクルライトは、点灯させると花柄が浮かび上がる。 ミラクルフラワーライトが配布された。この映像が浮かび上がる方式のミラクルライトは2007年公開の映画イエスプリキュア後教の国のミラクル大冒険で採用されたミラクルライト以来だが現在のところ最後。また、プロローグの要請によるミラクルライトの使用説明は本作では行われていない。他にも自動客には 映画、スペシャルデータカードダスト、紙製サンバイザー、プリキュア、オープンマイハットが配布された。2011年11月29日、世界各国の子供、ティーン向け映像コンテンツを取り上げるアメリカの業界誌、キッドスクレーンが主催する、2012キッドスクレーンアワーズのキッズ向け TB 映画部門の最終候補に選ばれた。 東映アニメーション制作の作品が同賞にノミネートされたのは同社作品史上初である。エリカの母桜がファッションショーを行うためパリに向かうことになり、オープン記念のショーではつぼみたちがファッションモデルとして参加することに。しかし、そのパリでは伝説上の怪物である狼男が出現するという噂が囁かれていた。そんな中、 砂漠の死とに追われる謎の少年オリビエを助けたつぼみたち。彼を追っているのはかつて封印されたと言われる砂漠の死とサラマンダー男爵。彼は不思議な力を持つオリビエを利用して世界を破壊しようと企む。ここでは本作での主な役回りなどについて記載する。テレビ本編での基本的な設定はハートキャッチプリキュアを参照。 怪物ジャルパックは本作品と提携し、パリへの旅行商品を提供している。ポータルサイト、グーでは映画を記念して、トップページデザインが、ハートキャッチプリキュア版に変更できるようになった。YouTube、プリキュア YouTube 公式チャンネルより、2020年4月3日18時から、同年4月10日17時59分まで、本作と、デラックスに、そして、映画フレッシュプリキュア、 おもちゃの国は秘密がいっぱいの計算本が期間限定無料配信された。デラックスに公開時点では、まだユリはキュアムーンライトへの変身能力が回復しておらず、五きに至ってはプリキュア覚醒前だった。コッペはその後のクロスオーバー映画には登場してなかったが、2015年3月公開の映画プリキュアオールスターズ春のカーニバルのハルモニアの 出発シーン、39フェアリーズの映像シーン、つぼみたちの回想シーンでようやく登場した。つばには表、裏とも、シプレコフレポプリが描かれているが、本体には、表には変身後のプリキュア4名、裏には変身前のプリキュア4名が描かれている。なお、オープンマイハットという名称は、変身工場、プリキュア、オープンマイハートの文字理である。ただし、 この仮面は、長髪で隠れて見えない。三谷後期ブランドは健在。素敵な金縛りが、主意ぶっちぎり。三十四、プリキュア新作が、ベスト3に初登場。映画週末興行成績、シネマトゥデイ2011年11月2日。プリキュア劇場最新作、パリで、上映決定に、水木奈々、感激。映画ドットコム、2010年10月23日。 劇場版、プリキュア松本理恵監督作品講習、歴代シリーズ最高、東京新聞、2010年12月7日、長官放送芸能面。映画ハートキャッチプリキュア、花の戸で、ファッションショー、ですかオリジナルサウンドトラックブックレットより。映画工業成績ランキンググー映画2010年11月2日、映画ハートキャッチプリキュア、花の戸で、ファッションショー、 ですか ?2012 キットスクレーンアワードに、ノミネート2012キットスクレーンアワーズノミニーズ、アンウンストハット、映画ハートキャッチプリキュア、米国2012キットスクレーンアワードに初ノミネート、オーコンスタイル、2011年12月6日娘、タイプボリューム 11P119 より、ありがとうございます。